25歳で、ブラジル代表とバルサでの経歴があるのに、フランスに何をし、生きた、キャンガンやアミアンとプレーしたいのか、理解できない。私のサッカーへの情熱とビジョンとは違う。ネイマールを批判するカントナ。先週ネイマールは PSG 移籍後100日目を迎えた。しかしネイマールがフランスに来たモチベーションについて疑問に思う人々は数多い。ネイマールがリーグアンに来た理由としては、バロンドールを狙うため、チャンピオンズで歴史に残るため当初説ある。しかし、フランスサッカーの伝説的元選手エリック・カントナはそのどれも腑に落ちないようだ。ヤフースポーツのインタビューで元ユナイテッドのエリック・カントナは次のように語った。彼がフランスリーグに何をしに来たのだろうと、人はいぶかしむだろう。25歳で、ブラジル代表とバルサでの経歴があるのに、フランスに何をしに来た。キャンガンやアミアンとプレーしたいのか。チャンピオンズリーグ、最大でも1シーズン20試合しかないだろう。なぜ彼がフランスに来たのかわからない。誰かわかる者がいるのか。私のサッカーへの情熱とビジョンと違う。スポーツ。